はい、皆様こんにちは。コールドラフトの石若です。今日は映画峠最後の侍を見たいと思います。司馬太郎原作、司馬太郎マニアから見るこの映画の見どころもご紹介したいと思います。それでは行ってきます。ドラフト、はい、見てきました。まずこの映画どういう映画かっていうのをちょっと簡単に説明できますか。時は幕末、うん、大政奉還終わりまして、うんうん、でも納得しない薩摩と長州が朝廷の名を借りてこう江戸幕府を滅ぼすまで戦うんじゃーって攻め持ってくる新潟県のある藩のお話ですね。でそこの家老が役所広司さんで、まあ、最後の侍なんですか、うんうん、なあのサブタイトルいらんかったね。なんだろう、最後の侍、ラスト侍って映画ありましたけどさ、うん、そういう位置づけなのかな。司馬太郎さんはそういう位置づけだったわけではない。司馬太郎の原作さん、原作にはそんなにないですよ、もちろんないのね、はい、その生涯っていうかそのね、まあ戦いをね戦い、はい。でも原作で結構前半はその河合継之助の、うん、その生い立ちみたいな、生い立ちというかみたいなんがあって、あの大政奉還をもっと半分から先みたいな後半なんで、これを完全映画化と見るかどうかは意見が分かれますね。映像化は初めてですか。以前実は僕が一番大好きな、大河ドラマ家臣っていうのの原作の一部として使われて、その時は高橋英樹さんが、今回の主役を演じておりました。ああそうだね。あのじゃ あの全体で気になったところどうぞ。いや僕はもう司馬太郎の映画化っていうだけで感動したので、うん、もうなんかね一般的な見方ができないなと思ってたので素晴らしいなっていう感じですよね。特にどういうところが。いやもう映像化していただいたという心意気もうそれだけです。だからあのはっきり言うと司馬太郎信者なんで、正当な評価はできてません。一つ言えるのは、例えば司馬太郎で言うとですね、この前燃えよ剣があったじゃないですか、でテンポ感が全然違う。うん、もうゆっくりもう見せる、うん、間が東出昌大の棒演技をずっと一人、うん、あの長いちょっとキャストはとっちらかってましたよね。とっちらかってる。まあでもなんかな、東出くんはなんか追い詰められてる感があってよかったと思いますよ、うん、慶喜さん、うん、そういうキャスティングかなと思った。なるほど、ね、中田です。中台達也も長ゼリフのシーンが一回あって、あとは空気になっていったり、ね、だってね、中台さんも久しぶりに見たけど、うん、まあ、もうお年ですよ、まあ、絵だけで いらっしゃるだけで貫禄があるんだけど、うん、持ちますね、絵がね。じゃあ井川久志さんも久しぶりに見たけど、うん、だいぶお年だなとか思いながら、でももう貫禄はある演技、うん、で中台さんはまあセリフ少なかったですね。いやだからね、結局吉岡秀隆とかもあのシーンだけで、じゃあその後攻められた時に吉岡秀隆はどういう反応をしたのかっていうのはわからないでしょ、ね、初めて見た人は ね、うん、ワンシーンのためだけにキャストがいるんですよ、うん、なんかちょっとそれが下船な。吉岡さんもはのキャスティングちょっといつものキャラとちゃうなという、ね、うんうん、まあこの物語においてはすごい役ですよね。わーってね、うん、吠える役、今までないボソボソ取り継がぬって言ってた。なんかアキラとかもね、あ見せ場なかったんですね。あでもまあかっこ最後の土下座シーン、土下座エルでしたね。土下座エル、あのお月の永山君、うん、あの瑛太の弟君、あそうなんや、あの芳根京子、うん、はあの僕が朝ドラ目線で見ると、うん、あのべっぴんさんで夫婦役だったんで、一緒のシーンが全然なかったんだけど、最後の最後で一緒のシーンがあって、おおべっぴんさん、うん、と思いました。別の、うん、あの作品からの目線で、うん、松たか子に、うん、ありのままで生きるっていうセリフを言わしたのは、なんか穴行きを意識してのことかなと感じたんですが、あ僕だけか、今まで。あの今回の監督ってどういう監督。あの黒沢明の撮影助手してたと思います。やっぱりね、そういう作りですよね、うん、ちょっとね、不思議なカメラワークありましたよね、やっぱりね。あった。
まあ、一番はろうそく見るとこですけどね。なんかね、ろうそくを見つめるんだみたいなんで、うん、カメラがグーって寄って、いやーなんかこれ寄るんかーと思いませんでしたかね、見た人には伝わると思うんですけど、うん、ただバトルのシーンはすごい派手で、まあ、この中でどうだ撮ったかわからないけど、エキストラの量が半端ないと思ったよ、うん、密でした峠ってどういう意味だと思ってるんですか。でも劇中に出てくるじゃん、えのき峠、それじゃないんですよ。違うよ、ですよ。一番大事なことをカットしてるような気がするんですよ、うん、あの足を打たれた役所広司が会津へ逃げる、うん、そこで読んだ句、八十里腰抜け武士が、越す峠っていうめちゃくちゃ有名な句があって、その峠でから僕は峠っていうタイトルだと思ってると思うんですよ、ほとんどの人は。その過信の時もね、もうめちゃくちゃ山深い中をその車椅子状態というか、あの担がれた状態で、うん、もうその句がバーンと画面に出る美しいカットがあるんですけれども、うん、音楽は箱高さんですね、うん、かっこいいですね、うん、弦とピアノがメインに使われてですね、うん、あの静かなシーンが多かったっちゃ多かった、うん、だからサントラにしたところで多分、うん、その1時間もないと思う。大概あの2時間の映画で1時間ぐらいのサントラにはなると思うんですよ、うん、普通の映画ならね。あ、なるほど、静かやった、うん、音楽が少なかった、眠かったまあ原作読まないともしかしたら分からんシーン結構あるんちゃうかなと思って僕は見ましたけれども、でもまあ、あの最初に言った通り原作、あの映像化していただいただけで僕は感謝なんですけれども、なんかゆったりとね、あの激しくはあんまりないかもしれないけど、ゆったりと見る映画かと思いますので、我々の感想はそういうことでございます。通り現在公開中、また映画をレビューしたいと思います。ご視聴ありがとうございました、はい、さよなら、さよなら、さよなら、高評価お願いします。